さかねフラワーチャンネルです。始まります。今日はロックなコサージュを作ります。いつもご視聴ありがとうございます。だらだらとコサージュを作りますので、もし最後の私のファッションコーデだけを見たい方はスーッと後ろまで見て最後だけ見てください。以前にライフスタイリストのゆきちゃんと一緒にロックなコサージュを作りました。それに詳しくロックなコサージュの作り方を投稿しておりますので、そちらの方は概要欄から覗いてみてください。今日は私のオフホワイトのコートですね。これをなんだかね、処分しちゃうのはもったいないなと思ったもので、ひょっとしてロックなコサージュをつければまた新たな気持ちで、お出かけの時に着ていけるのじゃないかなと思いました。新年も明けて春が近づいたので、どうしてもこのコートを着たいんです。このコートはとっても思い出の深いコートなので、処分したくないんです。いつもね、オリジナルのコサージュ作るときは感覚で作ります。ですからマニュアルがないので、ちっとも参考にならないやと思って途中で、やめてしまう方もいらっしゃるかもしれません。でもできれば最後まで見てくださいね。ぜひ皆さんもいろんなものを集めてみて、まとめるだけでね、結構かわいいコサージュができるものです。ではスタート。
ここまでダラダラとロックなコサージュを作りましたが、いかがでしたか？今からちょっと着替えてみますね。これは白いオフホワイトのコートなんですよ。あの袖もね細くて、もう古いものなんですけれども、どうしても捨てがたくてこのコサージュを作ってみました。いかがでしょうか？ちょっとでも良かったと思う方はグッドボタンと、そして愛あるコメントお待ちしております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。またこのコート、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた咲かねフラワーチャンネル見てね。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。